どうもガーヒーによるバルキリープロファイル、前回その最終章ということで、そのアスガルドに来て、あれだよね、2体のしもべの魔女を倒してそのままやるって言って、体調が悪くてちょっとね、なかなかね手がつかなかった。でもとりあえず A エンド見ていこうと思うんで、これ終わったらセルフィックゲートやろうか、 B エンドの方どうなのかっていうのもちょっとまあ考えながらやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。もうロキゾーだから、ロキゾーはマジで本当に、神でもなったつもりか。性格そのまま変わっちまってんじゃねえかよ。そんなに俺が憎いのか。あの人間一人消滅したからといってどうだというの。まあいい。戦いの相手にはなってやる。それでお前の我と共に生きるは霊言なる勇者、いでよ。私は許せない。そんなに俺が憎いのか。あなたはルシオの仇。自分の心。アイシクルエッジ。しょうがないよ。ここさ、トゥインサイズのフレイか、フレイお姉様か。しょうがないとしか言いようがねえけどな。でもバルキリーは真面目なんだな。自分に正直。ロスエアレイド。硬すぎる。なんじ、その不意なる封印の中で安息を得るだろう。開かなく。セレスティアルスター。ちっさーやるみたいだけど、もう一回行く。硬いな。どうしよう。攻撃が全然効いてねえんだよな。何この1とか。魔剣レバンテインをもってその程度だ。なんだと。仲間がいるために全力で戦うことができない。オーディンはフレイをかばって死んだ。デナス、お前はどう。本気で神器を振れば自分の手で勇者を殺してしまうことになる。共に神器を持とうとも、このままではこの差が明暗を分けるぞ。そうはさせない。無駄だ。そんな。やべ、ドラゴンオーブの力。
これやばいよね。消し済みになるよね、これ。ベジータのファイナルエクスプロージョン並みの威力だよね。いや強すぎでしょ。え、なにこれ。この消し飛んじまったよ。素晴らしいぞこの力。エナス、そうそれが正しい。自分のために全ての力を使う。他人を守ろうなどと思えばお前も間違いなく死んでいた。お前も俺と同じなだけだ。聞こえた。ない。世界に存在する全ての人々の声が。そして感じたわ。世界に存在する全ての人々の悲しみを。なんだこの力を。オーディンはもともと力の弱い神でした。神は成長を遂げることがないのです。ですがオーディンは違った。ハーフエルフだから。人間の根血ゆえに彼は人間と同じく成長するという力を持っていたのです。オムンクルスが何からできているか知っていますか？そうです。オムンクルスとハーフエルフは本質的に同じ。もしも自分の魂がオムンクルスの肉体に宿ったなら、私は神になれるかもしれないと。力はみんなが私にくれたもの。すげえ、覚醒？
うん、成長する力を得たんだ。想像の力、そんなバカな。今私の心の中には全てがある。頑張れ、立ちな。なるほどね。想像の力がどうした。貴様もろとも召してしまえば全て終わりだろう。これでフラグは立ったんだよ、ロキゾウさんよ。今の私には全てを守る力がある。要するに最強。我と共に生きるは霊源なる勇者。逃げよ。やん。でもエイミ姉さんとジェイは多分ダメだこれ。ドラゴンドレッドゼロってどこと？はい、一発増えた。強っ。魔法使うじゃんか。これマジカキーだけでよかったかもね。ガッツでしょ。
なる封印の中で安息を得るだろう。開かなく感じだよ。きつっぽいわね。その身に刻め真理。もうガッツに頼るしかないよ、ね、これ。終末の炎よ。まだまだしいんだけど。間違えた。はい、みそぎ。やりましたよ。ロキ、あなたの心だけがわからなかった。私はあなたのことをわかってあげられるかしら。大丈夫だよ。一緒に行きましょう。
ましょう。よかった、ルシオ。いや、やっぱね、エンディングはね、バットよりもね、いいのがいいね。いや、頑張ったな、今回も。まあ、ロッキーが悪いって、まあ、悪いけど、やったことは、でも、まあね、背景を考えるとって考えると、オーディンもね、いや、でも記憶を取り戻してだいぶ性格変わったよね。やっぱだからこの封印されて、もう逆に封印が解けたことによって、想像する力を 得れたわけでしょ。ってことはってことはバルキリーが神様になるってこと？レナツが。まあね、そう考えると B エンドってどう、 B っていうかノーマルエンドってどういう感じなのかって思ってきちゃうよね。そうだね、やるしかないよね。ただ今満身創痍だからね、俺がロキとの戦闘によって、ロキゾウとの鼻水だらだらだからね、息ができねえ。まあね、息できるできるのは、まあ、あれだけど、俺喋っても喋んなくても大したこと言えてねえかんな。いやでもよかった、ルシオ、あ、そうか、想像する力でか、最後。いや、よかったよ、ほんと。っていうか、ロキパーティーマジでちゃんと考えていかなかったな。だったら、シホとナナミ入れちゃっててもよかったってことだもんね。もうちょっと楽になったのかもしんないと思うとね。まあね、見切り発車の部分は多々あるから、そういうもんよ。いやでもこういうエンディングだったっけって実際見ても思ったけど、やっぱ忘れてんだね。あの時中学生とかだもんね俺。まあでもよかった、これでセラフィックゲートも、セラフィックゲートっていうのは、そのやり込み要素、隠しダンジョンみたいな。でそこだと、まあさっき前も説明した通り、仲間にならなかったあるキャラクターが仲間になったり、まあ、ありえないぐらいの武器が手に入ったりとかっていうのがあって、まあもちろんすげえ強いボスもいるっていう話なんだけど、そうやってちょっとね、もうちょっとやり込めたらなって思ってるんですよね。いやなんかでも、なんかこう無事エンドロール見るとすげえ力抜けるよね。もう抜けた途端に体の節々が痛えもん。抜け切ったわ。いや、これでいい夢見れるわ。でも喉めちゃくちゃ痛いんだよな。喉飴舐めてるからね。いや、でもそこまでしてでも、やっぱね、見たかった。やりたかった。やりきりたかった。いや、すげえ。やっぱ名作中の名作でしょ、これは。いや、久々よ、ロマサが
以来よ、やりきったの、ここまでの。しかも50回以上でしょ、ここまで来るのに。まあ時間の短いとか長いっていうのはあるけど、まあ俺の分け方にもよるけどさ、50回だよ。ロマサガでも30何回でしょ。でこれからまだ続くと考えた時に、やべえわ、ほんといい買い物したよこれ。まだまだね、できることはねたくさんあるからね。やっぱこうただでは終わらせないみたいな、このやっぱプレイする人たちのことを楽しませるっていうね、いいよね。いやこのゲームもともと友達がやってたのを見て借りて自分でやったのがきっかけなんだけど、いやーほんと友達に感謝してるわこれ。でそれをまたさらに最近また発見できて、こうやってプレイできたことに感謝してる。いやこれはいいよ、やっぱ戦闘シーンが独特だしね、ちょっと面白い。まあね、スマホ操作っていうのはかなりシビアだったけど、まあねクリアしてみるとね、まあ、何でもありよね。いやーよかった、寝込んでるだけで終わらせなくてよかった。これでまたね次から頑張れるよね。やべ、笑うとなんかね喉が詰まってね、むせ込みそうになるんだよね。すいませんね、なんかこんな状態で。いやでもそれでもやりたかったんすよ、エンディング見たかったんだよ。まだ終わってるわけじゃないけどさ、俺の戦いは。そんなつなぐ力も持ってねえのにこうやって話してるけど、すいませんね。いやでも俺のパーティーはやっぱり何度見てもセンスあると思うよ。フィンね、はいはい、お疲れ様ですよ、ひとまずはね。ってことはオーディン様とかも復活したのかな、どうなんだろうね。ロキゾーはいいけど復活しなくて。やっぱ今後も気になっちゃうよね、こういうの見ると。よし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 、これ自分で消さなきゃいけないタイプのやつ。時代が動いたか。オーディンが倒れ、バルキリアが創造主となり、約束の地が誕生した。摂理そのものが停滞を否定し、進化を肯定していることの証なのか。だが、
それゆえに世界はさらに混迷を極めるだろう。私は創造主の半身を手中に握っているのだ。冥界の女王ヘルも黙ってはおるまい。あの人間の男も多少気がかりだが、では行こうか、漆黒の闇の淵へ。どういうこと？続くの？シルメリアよ。シルメリア妹だよね。賢者の石を犠牲にしなければオーブが放つ終末の炎で私もやられてしまうところだった。代償は高くついたが、やはり命には代えられない。しかしそれにしても面白い。バルキュリアの変化が私に全てを教えてくれた。野望も希望も全て現実のこととなりうる確信を私に与えてくれた。そう、私はバルキュリアに唯一心を支配されていない人間なのだ。もっとも別の意味ならば話は違うのだが。こいつやべえな。でもそっか、神になれるチャンスなんだこいつにも。必ず私は絶対的な力を手に入れてみせるぞ。自分自身の力でな。悪いやつだよね。いやーなんか匂わせて終わったよね。前もこんな感じだったのかな。俺しちゃったのかな。まあ覚えてないっていうのがあるけどね。いやまあとりあえず今回はこれでね、一応大団円ってことでね、終わりにして、また何かあったらここで動画載せていくんでよろしくお願いします。今回はありがとうございました。